小橋春です。さやかです。まこです。ちはるです。4人合わせてせーの考えてないやなんかちゃんと、はい、あの今日うさとでんの初日だったんですけども自宅でやってましてですね、で今日、また手伝いにですね千春さんが来てくれたので、一緒に撮ってます。千春ちゃんといえば、僕が小橋春、駆け出しの頃からですねずっとサポートをしてくれてる、方なんですけども、はい、もう絶妙なトークで今日皆さんはですね笑いの渦に巻き込んでくれるんじゃないかと。ちょっとハードル上げる感じの小橋春からね、はい、まあ、千春ちゃんとのですね馴れ初めはもうこれ 7年ぐらい付き合い、うん、だよね、7年だよね、うんうんうん、そう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 、あ、お酒は大丈夫、はい、あ、もう酔っ払ってる、大丈夫だと思います。ワイン1本開けちゃった、そうね、まさかこんなことになるとはね、うん、酔いが冷める。ちゃんちゃんとの出会いをですねちょっと語ろうかなと思うんですけども、今日それなりにですね大事なことを伝えるんですよ、うん、うん、初めての僕のこう講演会が、まあ、バンちゃんっていうねその心理学だとかいろんなそのセラピーを行っている方とコラボでバシャルを語るというイベントを行ったんですが、その時に、初めての、まあ、その僕の講演会にですね来てくれた方なんですよ、ね、でその時に、その大きな会場のですね一番後ろに座ってらっしゃって、で、その時のこうことをちょっとお話が大事ですお話だちょうど遅刻してきて、もうその席しか空いてないっていうので、うん、一番後ろに座って、うん、でその時にそんなにこう感情の起伏がない時、別に感動もしないし、うん、まあ、特に僕の話に感動するでもなく、そうそうないんだけど、あの涙がこうじわじわと流れてはないけど、うん、ずっとじわ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 してる状態で、感動の起伏もないのにその涙が溢れるっていうことでないでしょう、うん、で最後終わってから聞きに行ったんだけど、なんでだろうと思って、うん、っていうのがあってないからね、今までそういう体験が、うんうん、あ、ずーっとちょろちょろ涙が出てたみたいで、うんうん、で終わった後のその懇親会でね、うん、僕に話しかけてくる、もう終わり、うん、終わりがけだったよね、ラクラクさんのね、そう懇親会、ね、うんうん、でこう澄んだ目で僕を見て、うんね、そういう話をしてくれたの、うん、あ、そういうことが、あ、まあ、でもあるよなと思って、僕もその始めたばっかだったけど、うん、そのロスに行った時もそういうことがね、それらしいこともあったし、うん、やっぱり何かしらねこう魂がこう呼び覚まされる、宇宙の法則って、うん、その巣に戻るというかさ、うん、本来のこう何かにアクセスするようなとこだと思うんだけど、うんうん、いや今日でもゆみちゃんの外で喋っててさ、喋ってたら、うん、あれ背中の痛みがなくなってきたって言って、うん、いうふうになるの、うん、だから宇宙のエネルギーを受け取るってそういうことだろうなと思うんだよね、うん、宇宙の当たり前の概念につながるっていうのはね、うん、まあ、その目の前でさ、ラクラクさんでね、ほぼ懇親会が終わってもう帰ろうかって時にだんだんね、みんな挨拶して帰ってくるじゃんね、うん、その時にちあちゃんが、うん、目の前でさ、うん、で、澄んだ目で僕を見ながら、なんかこういうことが今日あったんですよって言って話をしてくれたの、うん、その時にそのちあちゃんの目見ながら、うん、なんかあのね、なんか澄んでてさ目がね、うん、ああこういうことがあるんだな、これからのね僕の歩む世界はというふうに思って、うん、その目は見てたんだけど、でその奥に、うん、これ話したっけ、うん、聞いてない、あのね、エジプトが見えてたの、初耳、初耳、うんうん、いや、エジプトが見えてたんだけど、うん、いや、その意味は僕はあんまりその時は分かんなかったんだけど、うんうん、だから今思うのは、うん、あ、僕はエジプト時代ね、うん、その生を受けて生まれていた時に、うん、まあ、関わってた、うん、人なんだろうなっていうのは今は思うんだけど、うん、まあ、その時は何を言ったかな、ね、うん、大体分かってるんだけど、うん、うん、まあ、その何をやってたかってことまではね、あんまりちょっとね、うん、あれなんだけど、うん、でもその時にこう、魂としてね、その、生を受けて関わってた人なんだなってのをね今は思う、うん、話してないっけ、うん、初めて聞いた、なんかね、エジプトが見えてたの、うんうんうん、だからなんかね、
の宇宙の法則に触れるとか、うん、そういう出来事って、うん、こう今この瞬間に全てその情報が、あるっていう状態になるじゃん、うん、つまりさ、過去も、ね、未来もないわけだから、うん、だからこの瞬間、ね、宇宙につながってるその5次元にいるんだという状態は、うん、いろんなものとねそのアクセスが良くなるからさ、うん、それがあのこの間のね、うん、この間でも7年も前だけど、うん、その楽々さんでのねその懇親会の時に、うん、僕はその感じた、うん、多分そういうところに多分、まあ、宇宙の法則、まあ、僕が伝えてることがすごいとか僕がすごいとかじゃなくて、うん、バシャルが伝えてることをそのままこう、ね、僕が要約してるようなだけの話だから、うん、でその話をもう割か忠実にしてたじゃんあの時はさ、うんうん、自分の意見とかよりも、うん、あのバシャルのことをちゃんと伝えようっていうようなことをしてた時期だけど、うんうん、でそれで、チアちゃんはねその、涙がなぜかダーッと出てくるとかさ、うんうん、で僕自身もチアちゃんが来た時に、うん、はぁーと思ったもんね、なんか、うん、あーなんか深い世界に入ったな僕はと思った、うんうん、いやこんなことがまあまあるんだろうなっていうふうにねなんか、うん、まあそういう覚悟も決まった時だったけどね、うん、そんな頻繁じゃないけどでもやっぱり魂のつながりとかね、うん、なんか感じられる瞬間だった。うん、コマーシャルになってだから一番最初に感じたそのあ時空もない、ね、過去も未来もないんだなっていうのを体感した時間でした。うん、いやだってもう何のブレもなくずっとこうやってかかってくれるじゃん、うん、ねえ、いや普通さ、いやコマーシャル本当にいいよねとかって言いながらも、うん、そんな長く続かなかったりするじゃんね、うん、ねえ、でもなんかその何の疑いもなくなんか単純にさもう魂はもうちゃんとさ、うん、強固に結びついてるみたいな、うん、そういうことを感じさせてくれるから、まあ、昨日からね泊まってもくれてるんだけど、うん、もうご飯食べててもね幸せなんだね、うん、いやこういうさ場を与えてくれたっていうこと。おもちゃん、ありがとう。おもちゃん、うん、いやこれ本当ありがたいなってね。うん、ね。っていう話がしたかった。ね。うん、ね、はじめその後三好でやり始めた時も来てくれてたもんね。うん、そうそうそう。懐かしいね。うん、思えばあの時も古民家っていうかさ、そうだね。別な場所にこだわって、うんうん、あそこを選んでたね、うんうん、だからまあ、宇宙ってのは信頼に足るなと思う。何の信頼って自分を信頼、いや宇宙というものを、うん、いや自分を信頼するとかさ自分をなんか信じるとかってなかなか難しかったりするじゃん、うん、だけどこの宇宙の法則とかさ宇宙のエネルギーとか、うん、宇宙というこの構造、うん、パフォーマンスというかね、うん、そういったものはもうまさに信頼に、ね、信頼に足るものだなと思う、うんうん、だからこれ信頼しているからこそ、うん、アクセスが良くなるというかね、うんうん、でいろんなものとアクセスができる、うんうん、全部今この瞬間に全てをキャッチできるフィールドなんだなっていうのがさ、どっかに行けばいいとかじゃなくて、うん、今ここなんだなっていうのはね、なんかそこにアクセスした瞬間っていうのが、コバーシャルになって、うん、その最初に強くそれを感じさせてくれたのが、うん、チアちゃんとの出会いだった、うんうん、でそれがまだこの7年経ってもまだこうやってさ密につながってね、うん、いられるっていうのが遠く離れてもね、ねえ、わからんよこれから、ね、いやそれがありがたいなと思って、本当にありがたい、私も、うん、感謝ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ね、またね、なんかね、なんか癒されるんですよ。うん、ね、ちあちゃんが今日もそうだったじゃん。そうそうそう。なんだっけ？そう。あのいきなり来てね、散々管巻いて帰った女性がいるんだけど。管は回ってないけど。まあまあでもね。まあまあでも、まあまあでも好き勝手喋ってたよね。あの昨日の。ああそう。はい、はい、昨日会ってんだ。そう、あすごかった、うん、はい、ね、最初から前回ですね、お姉様もね、もう、いやあんたいいねってね、あの言ってた、チャルちゃんのことね、チャルちゃんのことね、あんたいい顔してん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 ね、あんた正直だよね、うん、うん、本当にあのお世辞がない。あ、じゃあよかったね、うん、そう、うん、はい、だから
そんなことでした。はい。はい、この動画は日曜日の夜に上がっているのか、あ、じゃあ土曜日、明日は上げるのか。知らない。明日の曜日。あ、だから日曜日も、まだ明日も美里展があるかな。はい。まだまだ、出会いは、福たちが皆さんお待ちしております。はい。僕を買ってよって。はい。本当ね、今日本当楽しかったね。もう、なんか出会う人、出会う人、さあ、こう来てくれる人、たまたまこう、小林ちゃんの動画見てたら、あ、今日はあるんだと思って来たら間違った日だったとかね、そういう人もいるんだけど、でも、その関われる人がさ、こんなになんかいい時間だなと思ってね、うん、いや、ありがたいなと。ここでの出会いも結構今日あったね。うん。ね、うさとの服で、まあ、知らない同士があって、ね。仲良くなってね、仲良くなってね、最後ハグしてね。だから、うさとというさ、これも宇宙じゃんね、やっぱり。こう無理のないさ、当たり前のこうごく自然なものを扱ってるからさ、うん、これが紡ぎ出すその出会いっていうのも本当に、うん、本当だから、宇宙のギフトだよね。そういう話もしてた、うんうん、そういう話もしてた。うさとは本当だから服じゃないんだよね、うん、単なる服じゃないんだよ、うん、そうそう、服を買いには来てるんだけど、うん、でもそこでなんかすごくお金じゃ買えないものをたくさん一緒に得てさ、帰っていくみたいな、そんな場所だから、うんうん、ぜひ皆さんいろんなね、地域でやってると思いますので、うん、はい、足を運んでですね、うんうん、ゆっくりそこで試着しながらですね、うん、そこで出会う方との、ね、うん、おしゃべりも楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、それも楽しみの一つだよ ね、このお里店ってね、うんうんうん、はい、宇宙はとてもシンプルです、うんうん、ね、大丈夫ですよ、うん、ということで、はい、各種イベント等をやっておりますので、またはい、バイバーイ、バイバーイ。